おはようございます。おはようございます。今日はいいお天気やの。今日いい天気や。いよいよ春や。本当春やの。もう天気いつかはもう冬も終わるけど、冬行けばカニ。カニ。ケイちゃん、越前ガニか。今年カニ食べたか。ノーノー。ノーノー。ノーノーガタガノなかなかなったこと。あのの今日の越前ガニなんでのカニフェア。あカニフェア。今年寒いっての。あら。うん。あ、ホイバー新聞出てたの。行ってこさ。行ってこ。カニの顔見てこ。あ、分かった。また、またもう来年まで食べられねえで。行ってこの。はい。この、さ、この、夏花火あってこやん。あ、花火。今はもう今日は来てるから、これはザーッと並んで。あ、来たことないですね。これは食べたらもう1時間出られるか。あ、そうか。もう、あの、観光バス優先、タクシー優先で。うん。でもな、ほら。滋賀県から来たり、そこの沢なんかなんて、ほら、大阪。カニなんか欲しいと思われてる。焼いて食べるのもこれは。収穫水やりゲットこれじゃこれ今1500円で買ったんやけどどうですか、はい、どうですかってどうですか高いんですか安いんですかいや酒安いわ私らあーうまいこと言うな今日は味勝負や味やな、うん、あの何ぼ安くも味のないやつは何ぼを1000円でも食べんねんこれ味のうちのあるのいろいろあるのあるあのねどうしても自分 の, あのほら家で食べるのも同じと、ね、好みがあるでだからお袋の味気がするだもんあ、ね、だから自分が食べた時に美味しかったっていうのは絶対にそれ美味しいんだよだけどその店や店によって塩加減茹でるにも塩加減それから今度茹でる時間そういうのもみんなあとこうずっとあるけど一軒一軒違うんや何が違うもんねあそこがいいとどこでも一緒かってことやあれほらみんな釜で茹でてるいや、茹でるけど加減やの加減やって塩の入れ方ああこれから温度温度温度これから温度は大体バナーでやるからだけど時間やって時間これからの塩の塩もいろんな塩もあるいやいや塩は同じだけど同じくどすぎとあの甘すぎとちょうどっていうのとあるでしょ家の奥さんの味ああ分かる奥さんの味もおいおしろと一緒やうまいこと言うのお姉さんいやいやほんまですよあなるほど俺や俺待っててくれ
生徒として誇るっていうのは大きいから宣伝してあげようと思って。その宣伝は一宣伝で言ったから美味しかった。なんで県外から来るからもう一年のカニの味が違う。今はおやつだから干し物も一緒やろ。干した魚も塩分があるし消化でなんか砂糖で干したかって味がない。まあここでちょっと喉元の魚の味物うまいよな。だからもしね、美味しかったらどこでもイベントできないやるけど、これを買ったとこ、今そこのところ、どこで来いたんかしら、山平ない、山平ってなる、そこで一面、名刺かなんかもらうの。ね、名刺じゃなくてもダメで、それで自分が来年でも、こっち来た時でも、見れば、あ、ここの美味しかったなって。で、連絡もできるの、電話連絡ができるの。なるほど。ね、そうすると、もうね、だけど、あれ、どこどこだかな、そうそう、一瞬で分からんけど。だから浜の方に全部一緒っぽかったね。ありがとう。いやいやいや。ありがとう。また家帰って、家帰って、ひっこりとポッキンポッキンしてやります。高におい。あ、ゆでとなんだな。ゆでまらしてやる。あ、ほんとですか。ちょっと待って、ちょっと待って。はいはいはい。はい。じゃあ帰りましょう。はい。帰りましょう。